どうも皆さん、こんにちは、ほうです。今回は捨てられてしまった車を集めて、それを未来の車に魔改造してみたいなと思います。よーし、じゃあジョニー、早速探しに行こう。行くぜー、出発。こっち側だ。うおー、めちゃくちゃ速い。すごい加速力だね。行くぜー、かっこいい。やっべー、怖い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 ちょ待って、スピード違反で手配されちゃった。まずいぞ、手配度1ついてる。まあでもね、この近くになんと3台もあります、このサンディショアーズの中に。なのでそれを全部もらっていこう。こっち側だ。でここに2台あるのかな、この近くにね。反応がある場所は、あったあった、あそこだ。手振ってる人いる。こんにちは、来ましたよ。うわすげえ、なんだこれ、めちゃくちゃボロボロになっちゃってるね。こっから入ったらいいのかな、なんていうことだ。事故ったのかな、ボンネットとかも外れちゃってるし。うわー、扉も外れてるし、これはめちゃくちゃなことになってるぞ。後ろのバンパーも取れてるし。でもまあこれまだ動くみたいだね。ということで早速回収しましょうか。あ、エンジンついたね、行くよー。うおー、すげえすげえすげえ、まだ普通に動くね。じゃあこれをまずは魔改造屋さんの方に持っていこう。やべえ、めちゃくちゃ怖いいつ爆発するかわからないけどね。全然余裕なんだけど。フロントガラスは開いてるのでめちゃくちゃ風入ってくるけどね。ハザードランプがずっとついてるね、止められないね。魔改造屋さん到着。まずは1台目です。よし、ジョニー出発するぞ。2台目の方を探しに行こう。行くぜー、加速ー。そして2台目はこの近くだね。あ、このコンビニの裏にあるの、もしかして。あ、いた、あそこにいましたよー、こんにちは。これは全然壊れてないね、すごい綺麗な状態だ。まあこれを魔改造してほしいとのことですね。よし、任せてください。これは一人乗りだね。ちょっとジョニーはね、そこにいといてね。行くよー、出発ー。うおー、めちゃくちゃ速い、すげー、かっこいい。これは楽しそうだぶつかったら危ないかもしれないけど。うおー、曲がるの難しそうだね、このバイクは。やべ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 うわー、すげー、かっこいい。アクセルを踏むとここは開くんだよね。着いたぞ。うわー、おー、ブレーキしてよかった。そして2台目の車ゲットでーす。では3台目を集めに行こうかな。よし、ジョニー乗ってくれ、出発しようか。行くぜー、バックからの、うわおミスったでそしてここは左です。この先にあるんだよね、ここか。見つけたんじゃない、この辺りだね。あ、いたいた、手振ってる人見つけたぞ。ここだここだ、間違いない。こんにちはー。うわー、これはなんか間違って燃やしちゃったのかな。すげーボロボロになっちゃってるよ。これ動くのかな、どうなんだろう。これはかなり壊れちゃってますね。動かないかもしれないんですけど、まあ乗れたからエンジンはつくのかな。おー、ついたエンジンぺちゃんこすぎでしょ。一応動くんだ、こんなのでも。うわわわわ、やばいやばいやばい、なんか前のタイヤが取れそうだね。まずいね、めちゃくちゃ怖いぞ。うわー、なんだこれー、勝手に左に行っちゃう。マジかー、メーターとか何もついてないね。めちゃくちゃボロボロだ。まあ、燃やしちゃったからこうなったんだね。うわー、これ何危ない危ない、うわー、ひっくり返るめちゃくちゃ危ない乗り物だね。ということでこれもね、魔改造して未来の車にしちゃうからね。さ、どうなるんでしょうか、これを改造すると。めちゃくちゃ楽しみだぞ。行くぜー、ジャーンプ。うおほー、すげー、なんか手配度ついてるぞ、まずいぞ。うわーうんげー、吹き飛ばされずに、まあなんとか告知まで来たぞ。魔改造屋さん到着。うわー、羽飛ばされた、めちゃくちゃ飛ばされた。わー、ここにもぶっ壊れた車あるね。まあ今回はこれはちょっと持っていきませんけど、到着でーす。やったー、全部の車回収できました。果たしてこれらの車をどうやって未来の車に変えるんでしょうか。もうそれはね、魔改造屋さん、あなた一人にかかってるんですよ。うわ、すげえ、なんか若干空中浮遊みたいになってるけどすごいぞこれは。ちょっと魔改造屋さん、未来の世界に行ってるみたいだね。そこでちょっとアイデアをもらってるみたいで、これで未来の車
魔改造の方よろしくお願いします。ついに魔改造が完了しました。すげえ、なんだこれ、全然違うんだけど。ということで今回ね、ちゃんとね集めてきた順に並べてあります。すごい変わりようだよ。未来の車やばすぎる。めちゃくちゃジープとかもね巨大になってるね。すげえかっこよすぎる。なんか三輪バイクは全然違う形になってるね。あのボンネット外れてたりしてた車はね、なんかめっちゃ透明なカプセルみたいになってるこれは一体どういうことだ。ということでまずはこのジープから乗っていこうかな。すげえかっこいい、扉でけえ、めちゃくちゃ最強に良くなってるね。そして車内には4人座れるみたいだね。すげえ、こんな感じです。さあ出発するよ、バックしまーす。そして進め、うわ危ない危ない、うわスピード遅っ。やっぱでかい分スピードあんま出ないけどね。まあそれでもまあ100キロ出るんで普通なんだけど。うわーすげえすげえすげえ、でけえ、半端じゃないぞこれ。これ電気自動車かと思いきやそうではないんだね。普通になんかエンジン音がするんだけど、これは偽物のエンジン音かな、もしかしたら。でかすぎるでしょこれやべ、やっちまった。嘘でしょ、そんなことある。めちゃくちゃ強いね。オフロードの性能を確かめてみようかな。うわー余裕余裕、オフロードも余裕で走れまーす。すげー、うわーこれは強いぞ、最強だ。ということで早速乗っていこう。これめちゃくちゃびっくりするんじゃない。ロスサントスにももちろん1台しかないしね。すげー、どこでも走れる、やば、めちゃくちゃかっこいい。いや、いいね。でかいね。ドーン、行くぜー。そして、一人称視点はちょっと見づらいけどね。さあ、着いたよ。全然揺れないね、車内。すごいぞ。素晴らしい。確か、こっち側のお家の人だよね。おー、いた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 。お金を用意して待ってくれてんのかな、もしかして。うわー、すんげー。いやー、最強だよ、これは。こんにちはー。めちゃくちゃ喜んでくれてる。よし。まあ、車破壊しちゃったんだけどね。いやー、すごい気に入ってくれてよかった。まあ、これはね、ロスサントスに1台しかなくて。すげー、大量だー、儲かったぞー。ということで、2つ目の車両、渡しに行きましょう。そして2つ目は、こちら、持っていきましょうかね。え、これなんか2人乗りになってる。うわ、すげー。なんか2人乗りになってるぞ。で、そして、出発しまーす。これ、バイクだったやつだよね。普通にバイクみたいに地面も走れるんだけど、どうやら魔改造屋さんによるとこれは浮くようになってる。すげー、やばい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 、うわお、爆破しちゃった。まずい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 、浮く浮く、難しい難しい、操作がめっちゃむずいけど浮くぜー、やったー。いやーこれは快適だね、最強じゃない。空飛ぶバイクとかの一番いいやつだね。うおー、すげー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 、どこでも行けるからめちゃくちゃ便利だよ。いいえ、早っ。めっちゃいいわ、これ。すげえ欲しい。そして、これは確かコンビニの店長の人が持ってたよね。おーい、店長さーん。おー、いた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 。見つけたー。発見。よし。では、ちょっと着陸しましょうかね。おーし、着陸完了ー。やったー、手配度ついちゃったけどね。めちゃくちゃ喜んでくれてる、嬉しいぞ。そしてなんと店長さんはマジかよ、ダイヤモンド大量にくれるみたい、これは嬉しいね。そして最後の1台はこちらでーす。めちゃくちゃぶっ壊れてた車なんだけど、なんだこれどういう乗り物なの、すごい透明なんだけど、ハンドルとかないんだけどね。完全自動運転なんでしょうか、謎いんですけど。あーすげー、動かせるぞー、マジかー。なんでこれこんなに透明なの、めちゃくちゃなんか見やすいのは見やすいんだけどね、ちょっと恥ずかしいよね。おーすげー静かー、これはめちゃくちゃ静かだぞ。電気自動車になってるね。うわ、しかもこれ浮いてるんだけど、すげー、うわー、ぶつかっちゃった、すんげー。待って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 、行くよ、ドーンすげー、マジか。もっと弱っちいかと思いきや、めちゃくちゃ強いぞ、この車。ドーン、おーし、行くぜー。あそこに止まってる車、ドーン、うわー、吹き飛ばせる。おーらー、やべー。車サッカーができるぞ。まずい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 。これ走ってる最中に地面見れるって面白いよね。
めちゃくちゃいいねこれ。行くぜー、こういうオフロードでも走れるぞ。すげー、しかも若干浮いてるのがいいね。どうなってるんだこれは、素晴らしすぎる。うおもはや地球の技術じゃ無理だと思うんだけど。すげー、魔改造屋さんやばすぎるよ。やばい、めちゃくちゃパトカーが来てるぞ。待って待って待って、ブレーキからの、ちょ待って待って、逃げます、こっち側だ、さようならこれで逃げちゃおう。いたいたいた、あそこだね確か。うわー、やばいやばいやばい、パトカーが来てる、こんちゃーす。さあここでいいかな、こんな感じで車を置いとこう。よし降りようこれどこが扉かめちゃくちゃ見づらい。やった、めちゃくちゃ綺麗だね。ということでトレバーさんの報酬はなんと黄金です。すげー、めっちゃ輝いてる、やったぜ。まあこの車はそれぐらいするよね。めちゃくちゃかっこいいし、反重力で浮いてるし、なんていうことだ、これはちょっと世界に1台しかありません。皆さんはどの車が一番でしたでしょうか。僕はね、空飛べるのも良かったし、あの反重力も良かったんだけど、なんかデザイン的にはあのデューンバギーを魔改造したあのでかいやつが好きでした。ということでチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。